今日は初ステージです。ここがさっきちょっとあの時間が空いたのでクッキージャーさんでチラッとだけ歌ってきたんですが、初ステージ、夜にまたクッキージャーさんで5時半から出るので、よかったら来てください。今日はよろしくお願いします。お金は何にも変わらない日、今日はやけに信号かかるな、意地悪な君が笑う、ね、お悲しくないよ、寂しくないよ、知らない
人と二人でいつかあなたと行くはずだった。春まで最初の街へ草木先で思い出す、わかっています。その寂しさが私を変えてくれると思いたい。さよならはいつまでだ。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの朝に号で、私は私はあなたから旅立ちます。私は季節に取り残された、そんな気持ちの中に忘れが私を旅に誘うのでしょう。
終わり頃から高校2年生の終わり頃まで、約1年間もいてないんですけど、10ヶ月、11ヶ月ぐらい、オーストラリアに留学してて、その時に作った曲なんですけど、カウラっていう曲をしたいと思います。この曲は、第二次世界大戦の時に、カウラっていう街に日本人捕虜の方が収容されてて、で、その跡地を研修が訪れて、その時に作った曲です。聴いてください、カウラ。
し遠く聞こえた線香の針で味をつけていろんなことを話してくれる好きだなんてことが